はい、韓国ユーザーの皆さん、こんにちは、ソードアートオンラインホロリアリゼーションプロデューサーの、宇佐美洋介です。ソードアートオンライン最新作、ソードアートオンラインホロリアリゼーションが、発売される予定です。ソードアートオンラインホロリアリゼーションはアニメ原作にはないですね、オリジナルストーリーで展開をさせていただいておりまして、本当にアニメーションが好きな方、原作が好きな方がですね、あとはまだ見ぬストーリーを楽しむことができます。で、さらにですね、ホローフラグメント、前作のホローフラグメントから進化してですね、NPC が100人仲間になるところがですね、今作では300人、仲間にすることが、できます。さらにその疑似 MMORPG 感というのがですね、進化しておりまして、アクション、要素も追加されておりますし、どんどんその MMORPG の世界っていうのを、このゲームで楽しめること、となっております。そしてですね、こちらソードアートオンラインホローリアリゼーションのですね、韓国語が、決定しました。はい、韓国でもですね、非常に人気が高いソードアートオンライン、と言われて聞いておりますのでですね、ぜひ韓国の、ファンの皆様、が、喜ぶ、ニュースだと思っております。また、シリーズが、ソードアートオンラインのシリーズがわからない、方でもですね、このゲームをプレイしていただければですね、ソードアートオンラインが何なのかっていうご説明も入っておりますし、ソードアートオンラインのゲームとしてですもんね、楽しくプレイができること、になっておりますので、ぜひこの、ゲームでですね、ソードアートオンラインの楽しさ、に触れていただいて体感していただければ、幸いです。で、これからもですね、韓国語版のですね、情報をどんどん公開していきますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思っております。また、僕の方が担当させていただいていますね、学生都市アスタディスクというゲームがですね、韓国でも発売しております。こちらも非常に楽しいゲームになっておりますので、ぜひ、ソードアートオンライン、アスタディスク、2タイトル、含めて楽しんでいただけるように、お願いいたします。それでは、また会いましょう。